てシリーズということで、今回はですね、ハコフレというハウスダンスのステップを説明していきます。これですね、今現在発売中のトリプル A のラバーという曲で、がっつり使われている動きなんですけれども、こういう動きになります。ドンドンドン、あのラバーのトリプル A ですね、ラバーのサビで使われているんですね。ということで今回このパドブレ結構よく出てくるので、よろしかったら覚えておいてみてください。はい、今やったんですけれども、まあこういう動きですね。トン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 、ちょっと応用したらこんなになったり、トン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 みたいな動きになったりもします。はい、なんですがここでは基本の動きだけやっていきます。まず気をつけの姿勢から右に一歩足を出します。はい、で今度左足をその後ろに置きます。とで右足さんをですね、今度この左足の横ぐらいに置いてあげてください。はい、で今度は左足を置きます。で今度は右足を左足の後ろに置きます。で今度この左足を右足の隣に置きます。これの繰り返しです。ドン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 。ここで注意なのが、体がこう真横を、あんま真横を向かない、これはダメです。じゃなくて、なるべく前の方、まあ、斜め前ぐらいですね、動くようにしてください。はい、で、これにだんだんリズムを取っていきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、セーブ、8っていう感じになります。なので一歩トントン、一歩トントン、このトントンです。ここがもうすぐ終わっちゃいます。トントントンじゃなくて、トン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 、もうこの2回ですね、足をついたらすぐ次進む足を出しちゃいます。すぐ出してトン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 って感じになります。でこれにだんだん体をこう乗っけていってあげると、進行方向にちょっと体を倒してあげる、こういう感じですね。これが棒立ちだとこうなっちゃいます。だからちょっと不気味ですね、ちょっと不気味になっちゃうので、まあちょっと体を進行方向に合わせるという感じになります。ちょっと1個、注意なんですが、あんまり足をこうベタッとついた状態でこうやってはいけません。なるべくこうかかととつま先だけで軽やかにトン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 っていうのがまあコツですかね。かかととつま先で、かかと、つま先、つま先、かかと、で軽やかにやるという感じです。これだんだんですね、さっきやったんですけど、トリプル A のラバーだと、トントントン、うん、トントントン、うん、こんな感じで、サビで、使われている動きにもなるので、この先ですね、おそらく、まあ、覚えとけば、これからダンスの歌を覚えようっていう人は、役に立つかも、わからんかも、立たないかも、ラジバンダルっていう感じになると思います。ということで今回は、パドブレと呼ばれるステップの説明になりました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、この動画ではですね、ダンスをテーマにした動画、あるいは全然関係ない動画とかいろいろアップしていく予定ですので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。であとはですね、こんな動画を撮ってほしいとか、あと、まあ、単純に動画の感想などありましたら、ツイッターまでお知らせください。そして少しでも、おなかなかこの動画、このチャンネル、いいんじゃないって思った人はですね、シェアしてください。小鳥さんのあれでシェアしてください。はい、以上になります。本当に今日ご視聴ありがとうございました。